オット・ハイン・リヒ、または、オット・ハイン・リヒは、プファルツ・ノイブルク公、後に、プファルツ選イ公、プファルツ選イ公、フィリップのサンラン・ループレヒトと、バイエルン・ランツ・フート公、ゲオルクの娘、エリーザベトの子。ゲオルクに、男子継承者がなかったことから、共に、ビッテルスバッハ家の同族である、 バイエルンミュンヘンコアルブリヒト4世とプファルツ家の間で所領の継承をめぐって紛糾し、ランツフーと継承戦争となった。結果、夫ハインリヒと弟フィリップは新設された、プファルツノイブルク公の称号とともに、現バイエルン州のオーバーフランケンからオーバープファルツにかけて散在する所領を与えられ、父方の祖父フィリップと、叔父フリードリヒ2世が摂政となった。 フリードリヒ2世が1556年に死去すると、オットーハインリヒは、プファルツ先帝公を継承した。オットーハインリヒは、かつて、フリードリヒ2世が神聖ローマ皇帝カール5世に屈服して断念した、宗教改革を再びプファルツにもたらした。また、ノイブルク・アンデアドナウに宮殿を建造した。バイエルンコ・アルブレヒト4世の娘ズザンナと、 結婚したが、死死がなかったため、プファルツ選定校は、プファルツ系支流のプファルツジンメルン校、フリードリヒ三世が、プファルツノイブルク校は別の支流の、プファルツツバイブリュックン校をボルフガングが継承した。ありがとうございます。